鉄剣、鉄刀名文は、鉄製の剣、または刀に記された文字資料のこと。本校では、日本の古墳からの出土品と石上神宮伝説の七紙等について述べる。なお、ここで言う剣は両刃、刀は、片刃の武器を指す。これらは5世紀前後の古墳時代の情報を知るための貴重な資料である。特に、 東海山古墳出土の鉄剣名分は文字数が多い。大市名鉄剣市原市埋蔵文化財調査センター、展示。稲荷台1号墳は、千葉県市原市の養老川下流域の北岸大地上に営まれた12基からなる稲荷台、古墳群中の1期であり、計約28メートルの円墳である。同古墳には2基の木管が収めを消され、鉄剣は、 中央木管から検出された。鉄剣には銀蔵岩で表面に大下高し、裏面にこれ程と記されている。鉄剣に記念が記されていないが木管に収められていた病流炭鉱と鉄属の形式から五世紀中央と見られている。名文を読み下すと、おう、おたまう。高しんでやすぜよ。この手は、となる。内容は、 王への奉仕に対して可視するという類型的な文章で王から賜った剣を慎んで取るようにということである。被装者は二人の武人であり、暴走半島の一角に本拠を持つ武人が、機内の王の元に出資して奉仕し、その功績によって銀蔵岩の名分を持つ鉄剣を可視されたものと考え、名分中の王を和の五王のうちの墨とする説が有力である。 しかし、和歌山県の墨田八幡神社肖像の人物画像郷の銘に大王の記述が見られ、この鏡の銘のキビ年を443年とすると、陰行天皇は大王を名乗っていたと推測されることから、王王上海上の主張である大岸の姉崎、双子塚古墳の被葬者と見る説もある。他、名文の特徴としては、王子の画線が他の文字よりも太く、 文字間隔が大きい。また、王子の虹が、裏面の文字より上位に配置されている。こうした書き方は、基人に敬意を表す時に用いる対等法という、書法である。1968年、埼玉県両田市東海山古墳から出土した、鉄拳である。全文115字からなる金造岩の名文が、記されている。全長73.5センチメートル。 中央の身幅3.15センチメートル、鉄拳の表裏に、金造岩の115字の名文、表に57字、裏に58字が記されている。鋼で鉄拳の表裏に文字を刻み、そこに金線を埋め込んでいる。優れた技術者がいたと推測される。115文字という字数は日本のみならず朝鮮、中国の例と比較しても多い。日本で作られたと考えられる。 古墳時代の他の名分について字数が多い例は、熊本県、江田船山古墳出土の大東名75字、和歌山県橋本市隅田八幡神社所蔵の鏡名48字、などがある。新概念は471年が定説であるが一部に531年説も、ある。通説通り新概念が471年とすると、おわけが使えた、若竹る大王とは、 大発瀬若竹命、大発瀬若竹、有力天皇であり、あるいは、僧呪は国殿に見える和王部であると否定される。大王という称号が5世紀から使われたことの確実な証拠となる。おわけが、地方豪族であるか中央豪族であるかの判断など、研究者で意見が分かれる。片城大王とは、大和と異なる関東の大王だとの説もあり。 それによると、大和の支配権は、関東に及んでいなかったことになる。名文、伊藤美姫の、伊、飛、は、くだらの幼児法にもある。三国式くだら本五513年の上に、日本人、小積神押山押山の名が、威嚇、移りや先見と記されている。また、日本初期、神宮皇后47年4月の上に、くだらきに、 職間七日引きと言えるは、け田しぜか、同六十二年の上に、くだらきにわく、高国幸彦を、剣はして、これを歌しむとある。と、木とは同音である。また、新概念七月中期の中は、朝鮮古漢文でも七百五十八年頃に、養蜂としてある。大の伊佐護キエの、大の伊佐護キは、日本初期、神宮皇后五十年五月の上に見える。 大野伊佐五城に由来するなと推定される。大野伊佐五は、未間なの地名である城。他、百連以外の城東区、吉祥区がない。新概念七月中期中国的要素が強い。大分の蘇生や土城の経譜を記している。大分一族の伝統とこの鉄拳を作った理由を記している。大分の真の父と祖父には、彦すく根ネけなどのカバネ的損傷がつかない。 呂民性の要霊が見られない。おわけの真。すでに氏とともの成立が見られる。当時の和国の人名、地名を漢字読んで表記している。若歌る大王のもとに中国語に精通した記録者の存在を示している。宮崎一貞は、知るせの繰り返しは、漢文として季節であるから、最初の木は、氏族名であり、木の和家臣が人名であるとした。また、 古事記中間、スジン天皇のおほたた猫の系譜の最後に一人称、僕が現れる例を挙げ、おわけの父の名はカサヒでなく、カサヒであり、ヨは、我の意味だとして、ヨは、その子にして、名は、おわけ神と呼んだ。また、寺と、宮の重複も、不自然で、寺は、侍の略であるとして、皇子式りて今の若竹る大王に至る。自して、式の宮にありし時と呼んだ。 さらに、我の繰り返しも稚拙であり、我左字天下の我は本来は、ための字で、天下を、おさむむるを、すけけんがためにと読むべきとした。宮崎は、著書の中で、最初に発表されたレントゲン写真では、ために近い形であった文字に補修者が手を加え、我という文字を創作したと述べ、写真を載せて非難した。江田船山古墳出土鉄塔東京国立博物館、展示。 1873年、熊本県玉名郡名古見町にある、枝船山古墳から横口敷形石棺が検出され、内部から多数の豪華な副葬品が検出された。この中に全長90.6センチメートルで、茎の部分が欠けて短くなっているが、刃渡り85.3センチメートルの太刀があり、その峰に銀像岩の名分があった。大正末期に、 日本刀の研ぎ師により研磨された。時数は約75字で、白落した部分が相当ある。若かける大王の時代に無理手が転送という文章を司る役所に仕えていた。8月に大鉄鎌で丹念に作られためでたい太刀である。この刀を持つ者は長寿であって、子孫まで栄えて治めることがうまくいく。太刀を作ったのは伊布都市で名文を書いたのが、 長安である。かつては、自転下志大王と読み、立ち渡ると大王にあてる説が有力であったが、1978年に、埼玉東海山古墳出土の鉄剣に、金造岩の名文が発見されたことにより、自転回路大王と読み、若竹る大王とする説が有力となった。この説によれば、金造岩の鉄剣と、銀造岩の鉄塔が製作され、 それらを歌詞された人物が、北、武蔵野東丘山古墳と日後の枝田船山古墳に埋葬されたことになる。この名文には、自転下、八十旅、戸塚などの強い日本調が混じっている。大王と王音、四尺と一釜、戸塚と三寸などの前後を対応称をさせて、漢文の本来の手法を巧みに利用している。年号はない。僧女は国伝に引く。 和王部の上標文に見える、地昔そねじめみかっちゅう伐掌三線ふいとま、名所統制盲人五十国西福周囲六十六国の表現に対応するかのごとくである。1984年、保存修理中だった島根県松江市、大草町岡田山一号噴出土の鉄塔に、銀造岩の名分が見出された。 大正年間に出土した時はには完全であったが、その後当心の半分が失われたために、名文もわずか末尾の十二文字しか残っているに過ぎず、しかも錆が進んでいて解読できる文字が少ない。確実なのは、その中の角田タの四字だけであった。角田タは、ぬかたべのシと読む。この太ちの出土した場所などから、ぬかたべのシは、出雲モと同族であり、 その地域の部民の管理者であったと考えられている。1984年兵庫県矢部市岡町小山の美の谷二号墳から鉄塔が出土した。原存長68センチメートルほどの鉄塔の灰、裏に母新年5月の銅像岩で記されている文字が見つかった。おそらくこの刀が作られた年と考えられる。この母新年は西暦608年と推定されている。 金作名家軽食館東大東先端部に中平名東京国立博物館展示1962年奈良県天理市の東大寺山古墳から金造岩の長さ 110cm の鉄塔が検出された推定名文は次の通りである中平5月日の江馬増差指頭100連清志坊城大政宿文の内容は中平年5月日の江馬の日に この名文を入れた刀を作った。よく鍛えた鋼の刀であるから、天井では神の御意に叶い、破会では災いを避けることができる、という意味である。中平とは、霊帝の治世の184年から189年の期間の年号である。この頃は、義手は神殿には、和国乱れた外に交罰し合い、長い間名手なく、後卑弥呼が王となるとある。 五月日の絵馬とは、成果を意味し、刀剣や鏡などの金属器を作るとき、太陽から火を取る最適の日と考えられている。実際の日の絵ととは関係なく刻まれる吉祥区である。日本の美の谷の鉄塔にも五月と刻まれている。東大寺山古墳は全長140メートルの前方公園墳で4世紀後半頃に築造された。刀には、 感情の塚頭が新しく付けられていた。この塚頭は三陽関運と称されるもので埋葬の直前に付け替えられたと考えられる。約200年も経て埋葬された。歌死された人物とその子孫が権威の象徴として伝承したとも見られる。七師塔は神宮皇后の時代に九だらの国から建て祀られたと伝えられ、奈良県天理市石上神宮に保存されていた。 七死塔の名は、鉾に似た趣味の左右から三本ずつの枝陣を出して、計手七本の葉を持つ形に由来すると考えられる。趣味に、金造岩の文字が表裏計六十一字記されている。またまた表面にある年の解釈に関しては未だ、定説はないが、安数四年として三百六十九年とする説、対四年を、対四四年として四百六十八年を当てる説がある。 宮崎一貞は、対四年月を、四四年五月として解釈し、次のように読解した。表面は、制作の年月、鋳造に関する決まり文句。裏面は、和王に送るために、くだらに置いて制作したと書いている。くだら王の金に王から、和王の、胸のために作った、との解釈もある。また、日本書紀によれば、神宮古豪十二年九月日のエネの上に、 くだらの将校が、日本の使者、千熊長び子に会い、七子刀一口、七子鏡一面、及び主事の重宝を剣じて、友好を願ったと書かれている。五十二年秋九月帝望一日日の恵ね、久指定等、十千熊町詣での、のり剣七枝刀一口、七子鏡一面及び主事へから、なお、敬意枠、深刻異性薄い、源の七時酷な鉄山、 その七家業の普及。当院是水、ビントリ山鉄ん家へささぐせえ朝の、いいまごまくら流を曰く、今がし通り、東海帰国、是天、所ところし水天音、割りかい、西鹿かも玉もの割れ、湯ぜ国く久方。さかた。何時、当然、おさむかずよし、むおさむ土物、笹ささぐみつぎふ、ども、し南藩、はん。後、ご、と年少職長公園。 この頃の初期の記述はちょうど漢詩二十分年代が繰り上げられているとされており、訂正すると372年となって、制作年の大は4年と符合する。千熊長彦は、くだらきによれば、職間七日引きと表記され、367年に、白木が、くだらの貢ぎ物を奪ったため、千熊長彦が白木を攻めたとあり、またその2年後の369年に千熊、 長尾湖が白木を打ち、肘かぼん、南から、あら、たら、拓順、からなどの七カ国を平定し、また、ひり、ぬの渡るし、はんこなどの四つの村を平定したとある。和国によるこれらの自責に対して、九だら将校が、ひさしテイラーを派遣した。なお、石上神宮は、朝廷の武器庫であり、多くの武器を放送したともされる。七師党もその一つ。 福岡市西区の元岡古墳群 G 群6号墳から出土した金蔵岩名のある立ち。古墳から出土した金蔵岩名の立ちとしては日本で3例目という。長さは74センチ。頭身の胸には、大都市公印正月6日、公印日時作等本12日の19文字が金蔵岩で表されている。公印年の正月6日がカノエトラとなるのは、 西暦570年にあたる2019年国の重要文化財にしてありがとうございます。